キースのエル・エマーソンは、イギリス出身のキーボーディスト、作曲家。シンセサイザー奏者の草分け的存在であり、ロックに、クラシックやジャズの要素を取り入れ、シンセサイザーを、楽曲の中心に導入した先駆者とされる。ナイス時代エルプ時代エルプ解散後1970年代前半に、イギリスのプログレッシブロックバンド、エマーソン・レイク&、 ファーマーのメンバーとして活動し、本国、イギリスやアメリカをはじめ、世界的な人気と知名度を獲得した。また、当時まだ開発されて間もないシンセサイザーを世界に知らしめた功績でも知られる。特に、ロックという分野において、シンセサイザーをどう使うかという方法論を提示した、最初の人物とロバートモーグから評されている。ヨークシャー州のトッドモーで生まれ、 終戦後に、ウェストサセックス州のワージングに転居。8歳半より、ピアノのレッスンを始める。15歳の時、地元で開催された、ワージングミュージックフェスティバルに出場し、バッハの部で2位を獲得。本人によると、これが、人生初のライブステージである。その後、ワージングで編成された、スイングオーケストラで、ジャズピアノを弾き始め、同オーケストラのベーシスト。 ドラマーと共にジャズトリオを結成し、ジャズクラブなどでの演奏を手掛け、1963年末には、キース・エマーソントリオとして、ピアノトリオ演奏で、初レコーディング。この時の音源が2015年に、限定発売されている。学校を卒業後、地元の銀行電産機科に就職したが、バンド演奏を優先したことで解雇された。父親に頭金を手伝ってもらい、 ハモンドオルガンを購入すると1965年ジョン・ブラウンズ、ボディーズというバンドを結成し、ブライトンのクラブ、ポップインに出演し始める。共演バンドであった、T、ティー・ボーンズのドラマーのブライアン・オーキーに誘われ、ロンドンに出て、ゲイリー・ファーティー・ボーンズに加入。マーキークラブなどで演奏するようになる。その後、このバンドにィー・ジャクソンが加入し知り合うことになった。 1966年には、スプーキー・トゥースの前身であるビップスというバンドに引き抜かれ、ドイツのスタークラブ等で演奏活動をしていた。しかし、ビップスの最後のコンサート後出演してたクラブオーナーに金を持ち逃げされてしまった。英国に帰国する直前、最後のライブで PP アーノルドの売り出しをしていたミッキー・ザ・オーと知り合う。 帰国後の1966年暮れ、解散した、ティボーンズのゲイリー・ファーのアパートを引き継ぐと、フランスで知り合ったミッキー・ザ・オーが住み着き始める。ミッキーからの紹介で、パッド・アーノルドに会いに行ったエマーソンは、今のフェンダー・ローズで演奏し、パッド・アーノルドのバックバンド結成を持ちかけられた。リー・ジャクソンらとバンドを結成すると移動中の、車中において、アーノルドからナイスと名付けられ、 1967年より単独バンドとして活動を開始する。1970年、元キング・クリムゾンのグレッグ・レイク、アトミック・ルースターのカール・パーマーとエマーソン・レイクパーマーを結成。著名なイギリスのバンドで名を知られたロックミュージシャンが集結したエルプはスーパーグループと呼ばれ、同年にバンド名を冠したデビューアルバム。 エマーソン・レイクパーマーを発表。全英1位を獲得した1971年のタルカス。彼らの代表作とされる1973年の恐怖の頭脳改革など、キャリアの過程で9枚のアルバムを発表した。エルプが消滅した後の1980年代には、エマーソン・レイクパウエル3などのバンド活動を行った。 1992年及び2010年には、エマーソン・レイク・パーマーを復活させている。エルプ以外の活動としては、ソロアルバムを発表のほか、映画音楽制作も手掛け、ダリオ・アルジェント監督の1980年の、ホラー映画、インフェルノシルベスター・スタローン主演の1981年の、スリラー映画、ナイト・ホークス。 1983年の SF アニメーション映画、玄魔大戦、2004年の特撮怪獣映画、ゴジラファイナルウォーズなどのサウンドトラックを担当した。また、自身が作曲に携わった、タルカスが、吉松隆によって、オーケストラ化され、NHK 大河ドラマ、平野清盛の劇中音楽に採用された。2011年3月11日の、 東日本大震災では、イギリスでニュースを見た同日に、ザラント・オブライジングさん、じずる国へ、を、サセックス州のスタジオで録音し、3月20日に、YouTube で公開、被災者に曲を捧げるとともに被災地への寄付を呼びかけた。エマーソンは、吉松版、タルカスの録音でコンサートマスターを務めた、新井英二に、同曲の弦楽史重奏曲への編曲を提案。 アライが第一バイオリンを担当する、モルゴワ・クワルテットの演奏により CD 化されている。2016年3月11日未明、カリフォルニア州サンタモニカの自宅で倒れているのを、同居の日本人女性が発見し通報、死亡が確認された。71歳没。当初は、死因は不明とされていたものの、サンタモニカ警察は頭部を銃で自ら撃ったことによる、 自殺等判断、ロサンゼルス軍検視局によって自殺と断定された。不法を受け、エルプメンバーをはじめ、多くのミュージシャン、アーティストから追悼コメントが寄せられた。エルプ再結成期ソロライブエマーソンの音楽性の根本には、ジャズ、クラシック、ロックの3本の柱がある。その時々においてウェイトは変わるものの、常にこの3つの柱が見え隠れする。 使用する楽器においても彼独特の使用法、楽曲における意図などが存在している。楽器が持つ個性に対して愛着やリスペクトを公言する一方、独創性を追求する、あまり時として気候にも見える演奏法を試すことがある。シンセサイザーを導入してからは、キーボードや、 フットペダルも含む複数のデバイスを四方に並べ、それらを全身を駆使して演奏するスタイルを確立。その機材は壇上に積み上げられ、操作するデバイスは合計10台を超えることも少なくない。このスタイルは1980年代以降の彼のトレードマークになり、多くのライブやプロモーションビデオでも見ることができる。 ハモンドオルガンの仕様といえばエマーソンが出始めた当時、ジャズオルガンとしてが主流だった。ハモンドの新しい可能性を施行したキースはより、ヘビーな音を出すための方法として、オルガンを歪ませる、セカンドまたはサードパーカッションの音を、あえて強調するという手段を取った。同じような可能性を施行していた人物として、ディープパープルのジョンロードがいた。 彼が痛めつける目的で使っていたのは、ハモンド L-100 でザナイス時代から使用している。使用不能になったオルガンも数多かったとされるが、エマーソンは2005年のインタビューで実際に壊した、ハモンドは3台だと語っている。電源を切ったり入れたりを繰り返して、ピッチを不安定にさせたり、 ハモンドの鍵盤にナイフを突き立てて、音を鳴りっぱなしの状態にしたり、オルガンを傾けたり持ち上げ、オルガンの上に乗って揺さぶりながら、前に進んだり、場合によっては放り投げたり蹴り飛ばしていたが、あまりにも、毎回壊すためスタッフが金属で、ハモンドを追って強化させたところ、重さ350ポンドぐらいだったものが450ポンドぐらいになり、自力では持ち上がらなくなったという。また、 スプリングリバーブの特性である角の衝撃での爆発音を出し L-100 のスピーカーとオルガンのすぐ脇にあるキーボードのモニターとして使用されている PA スピーカーを近づけてハウリングを起こさせたりオルガンの下敷きになってキーボードを弾いたりなど過激なステージングを行ったことからオルガンのジミヘンドリックスと形容されたりもしたナイス時代に ロイヤル・アルバート・ホールで行われたビアフラ救済チャリティコンサートにおいてはオルガンを蹴り飛ばし裏返しにした上でそこにアメリカ国旗を乗せ国旗ごと火を放つというパフォーマンスを行いイゴドーホールはロックミュージシャンには一切使用許可を出さなくなった1972年のエルプの後楽園球場公演では日本刀を振り回し鍵盤に突き刺すパフォーマンスを行った これらについて聞かれた際に、本人は、ピート・タウンゼントがやっていることと別に変わらない、扱い方を知るまでは嫌がらずに修理してくれたが、知ってからは断られ続けたと、懐術している。彼のこの方法は、その昔ソウル・エージェンツという、マーキークラブ常連バンドのドンシンというオルガニストの、演奏を見て、刺激を受けたと自伝で書かれている。 シンがオルガンを分解しながら演奏しているのを見て意図的に痛めつける方法を思いついたと語っている。目的はバンドでそれまで地味な存在だったキーボードを目立たせるためでショーアップとして必要だと述べている。そして音とビジュアルの相乗効果に関して試行錯誤の末あのようないくつかのパフォーマンスを考え出した。ナイス後期に導入された C-3 は その後レコーディングのメインキーボードとなった。同時に L-100 はステージ用キーボードとしての役割を受け持つことになった。C-3 はミディ改造され、今でも現役で使用されている。また、自身の両側に C-3 と L-1002 台のハモンドを置くスタイルは、C-3 の下段鍵盤にはパーカッシブ機能がないためで、 両方のオルガンのパーカッシブ機能を利用するためだと、プレイヤー誌にその理由を答えていた。モーグシンセと晩年のエマーソン愛用していたミニモーグ、また一方、シンセサイザーを初めてロックに持ち込んだ一人として、音楽史に功績を残している。音色面において、最初にわかりやすい形で示されたのは、エマーソン・レイクパーマーのデビューアルバムの中のタンク及びラッキーマンの、 エンディング部分でのソロである。ライブにおいては、リアルタイムで音色を作るという構図が、テクノロジーと人間との格闘という図式を演出した。現在の音楽シーンにおいては格闘の部分は影を、ひそめ、つまみをいじって、音色を変える行為が、一つの表現形態として消化されている。ピアノなどのアコースティック楽器は、音の強弱が表現できても、音質が変えられない。一方、 ハモンドオルガンなどはある程度音質が変えられるが、鍵盤を弾くタッチで音の強弱が変えられないと常にフラストレーションが溜まっていたとも言う。一説にはモーグシンセサイザー開発の際のモニター兼スタッフの中にも入っていたという。しかし、エルプ名義のワークスリリース以降はもっぱらヤマハの GX-1 を愛用するようになる。それ以降は、 様々なメーカーのシンセサイザーを使用した。彼のオリジナリティ溢れる音色も存在するのだが、1990年代になって、彼の中でハモンドやピアノが再び重要な位置を占めてくる。その理由として彼は、シンセサイザーは誰が使っても同じ音が出るが、ピアノやオルガンはそうではないと語った。一方、サンプラーに関しては、否定的な立場をとっており、 フェアライト CMI の前世紀にも、レコーディングやライブで使用することはなかった。エマーソン・レイクパウエルのレコーディング準備中に、フェアライト CMI を試してみたが、不順だとの理由で使用しなかった。メロトロンに関しても、ただ、テープレコーダーを鳴らしているみたいだと否定的だった。エルプのライブでは一時期、メロトロンは使用されていたが、弾いていたのは、グレッグ・レイクだった。 ヤマハの GX-1 を使用。ピアノを弾くエマーソンクラシック奏法を極めると同時に、オールドジャズの影響も大きく、その影響は、特に、ピアノソロにおいて、多く出てくる。即興でいろいろなジャズアーティストのフレーズを弾き、そこからバンド演奏に引き継がれる、といったことも、定番で行われていた。特に左手が強く、 左手で低音のアルペジオを延々と繰り返し、右手でソロを弾く、といったことも行っていた。エマーソンにとって、最初の鍵盤楽器はピアノだったことから、一番ピアノに、思い入れがあるとも語っていた。時折、ジャズオーケストラなどのコンサートに飛び入りし、スタンダード曲やエルプの曲をジャズ風アレンジした、ものなどを演奏する。子供はアーロン。孫は二人。 元妻エリーの後は1993年に公式離婚。元妻はキース・エマーソン夫人の名義で日本のロックバンドキャロルのドキュメンタリー映画キャロルに出演している。晩年は日本人のガールフレンドと共にカリフォルニア州ロサンゼルス郡にサンタモニカに居住していた。ありがとうございます。